ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏、50、が27日、ツイッターを更新。日本の航空会社におけるマスク着用ルールに対する苛立ちを綴った。行きは、ノーマスクでも何も言われなかったんだけどね。帰りは、超真面目な CA だったのか、あいつマスクしてぞって、うざがらみモンスター登場者がいたのかどっちかだな。原文ママと、オーロと袋とで対応が異なっていた事情を、推測するとともに、大体を、ビジネスクラスの半個室みたいなところにいるのに、そこまで、マスク言うの変だと思わないのかな。ANA の CA さんよ。真面目ちゃん。と憤った。